鳥取鉄道部は鳥取県鳥取市にある西日本旅客鉄道の鉄道部の一つである。ローカル線の活性化と効率的な鉄道運営ができるように1991年4月1日から鉄道部制度を導入し、鳥取県東部の路線を鳥取鉄道部が運営するように改められた。鳥取駅構内に位置しており、米子支社が管轄している。管轄に車両基地、 乗務員区所を用しており、以下の路線を管轄している。米子支社の略号である、米と、鳥取の電報略号である、鳥から構成された、米鳥となっている。2021年4月1日現在の所属車両は、以下の通りで、西鳥取車両支部に配置されている。山陰本線鳥取太鼓山間に位置しているが、鳥取駅から専用線で、入りでくするため、 同区間が伏線のように見える。かつては西鳥取運転区と称していたが、1991年に鳥取鉄道部の発足と同時にその下部組織となった。ホット7000景気波33型機動車、客車鳥取鉄道部の運転士、車掌は鳥取列車支部に所属しており、鳥取駅構内に事務所がある。 かつては鳥取列車区と称したが、1991年の鳥取鉄道部発足と同時にその下部組織となった。特急列車は運転士はスーパーハクとスーパーイナバ、スーパー松風、スーパーオキ、浜風に、車掌はスーパーハクとスーパーイナバ、スーパー松風に乗務している。ありがとうございます。